はい、しこです。今日はですね、まあ、運動した方がいいよって話をしたいんですけれども、もしですね、あなたがこう、今、ちょっとふっくらしていて、肥満とかで、ちょっと苦しんでいるのだとすればね、まあ、運動しなきゃいけないなーっていうのはなんとなくうすうす分かってると思うんですけれども、あなたがですね、もし定期的に運動していないとしてれば、もしその時にですね、太っていない、痩せているけれども、運動してないよっていう時であればですね、まあ、ぜひ考え直してほしいなと。痩せてるからといってね、運動しなくていいよってわけではないよって話なんですね。 その定期的な運動っていうの,のの効果というのを見た研究があります。2015年のですね、ケンブリッジ大学からの研究なんですけれども、これはですね、どういった内容を見たかというと、まあ、肥満と、それから運動不足、どっちが悪いんだって、そういった研究なんですね。まあ、肥満の場合ですね、結果的にはですね、運動不足の方が肥満よりも悪いっていう結果だったんですね。 肥満といってもね、まああの、体重が重いという意味ではなくて,どううなくてこう、お腹周りですね、ウエストサイズが大きい人のことを言いますけれども、それよりもですね、運動不足の方が死亡のリスクが高いという結果だったということですね。そしてその運動ですね、どの程度の運動をすればいいのかって話なんですけれども、それをですね、その命を長くする運動っていうことで考えるとですね、実は非常にわずかな運動で良かったよという結果だったんですね。 ちょっとの運動がですね、あなたの健康を非常に改善するということが分かった結果だったということです。この研究はですね、30万人以上のヨーロッパの人ですね、男女の健康習慣を調べました。で、その結果ですね、定期的に運動しなかった人、それから肥満に苦しんでいる人の死亡率がどの程度かっていうのを経過を追って見ていたんですね。で、その結果はですね、定期的に運動しなかった人の死亡率は、肥満の人に比べてですね、約2倍死亡率が高かったという結果が出てるんですね。 で、その運動とは一体何だったのかというとですね、実は、たかだか20分間のウォーキング。まあ、それをするだけですね、死亡リスクを大きく下げることができたという結果だったわけです。えー、最大ですね、その20分のウォーキングをするだけで30、30%死亡リスクを下げることができたという結果だったんですね。もちろん、その、肥満というのはですね、健康上のデメリットが大きくあります。 体重が重い人、ね、ウエスト周りが大きい人というのは、高血圧、糖尿病、高血症、それから脳卒中、胆石、痛風、変形性、質関節症、から睡眠時無呼吸症候群や、まあ、とかいった、こういったですね、まあ、健康上のデメリットはいっぱいいっぱいあるわけですね。それから、まあ、ある種の癌もね、肥満によってリスクは高くなります。で、そのためにですね、適切な、まあ、食事と運動によってですね、体重をコントロールすることは、健康上すごく大事なわけなんですけども、 まあこの研究ではですね、健康的なライフスタイルの一部として定期的に運動するっていうことがですね、非常にその健康上のメリットとして大きいんだよってことを示した研究なんですね。この研究ではですね、運動しなかった人に見られるその早期脂肪のリスクを減らすにはですね、たかが20分間早歩きで歩くこと、それだけで十分だったということなんですね。 まあ、ウォーキングはですね、これまでも健康とか長寿とかですね、生活しての向上ってことで、まあ、報告はされてるんですけども、まあ、20分の早歩きで高々ですね、100キロカロリーぐらいしかエネルギー消費しないんですねで。ですけれども、その短い、その短い期間の投資によってですね、リターンはものすごく大きいと。長生きできるよってことが分かったということなんですね。 もちろん、定期的に運動することはメリットはね。これまでも、それから心臓病予防するとかね、それから糖尿病、がんを予防する、メタボを予防するよ。体重コントロールだし、それから睡眠パターンをね、良くするし、鬱にもなりにくい。筋肉も骨も良くなる。そんなこともね、いっぱいいっぱい報告されてるわけなんですけども、まあ、たかが20分の運動をすることがですね、長生きにつながるという研究結果っていうのは非常にですね、 運動をやっていく上でのものすごいモチベーションになるんじゃないかなというふうに思うんですね。今現在ね、その理想的な体重であるかどうか、太り気味かどうかっていうのは関係なくですね、まあ全ての人にですね、この運動をすることにメリットがあるんだよっていうことが示されているわけです。まああることの利点はね、ものすごくあるんだよっていうのはイメージではなんとなくわかってるんですけども、数字で出てきているわけですよね。まあ僕たちの時間っていうのは非常に大切なんですけども、その大切な時間をですね、投資するだけの価値のある行為、それがあることだっていうことなんですね。ですので、 ちょっとした距離行くときにね、まあ、車に乗っていくのではなくてですね、まあ、歩いて行こうかなって思うような、そんな感じで、ね、行動してもらえるといいかなというふうに思います。まあ、今日の話ね、役に立ったよって方高評価のボタンをお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。